憲法に自衛隊を書き込んでも何も変わらないと言ってます。
だけど現に自治体では住民情報を防衛省自衛隊に差し出すことを強要するようなことがもうすでに進んでます。そうすると、家族妻子のいる自衛隊員を例えば中東ホルムズ海峡の紛争地に送り込む、それをトランプ大統領の下で指示されると拒むことができるのかどうか、自衛隊を明記してしまうと、憲法に明記してしまうともう拒むことができなくなってしまいます。それを歯止めをかけるのは今回明日の投票しかありませんので、ぜひ皆さん力を合わせて、比例代表は日本共産党、そして選挙区は伊藤岳さん、最後の最後まで押し上げてなんとか勝ち切りたいと思います。日本の社会を変えていきましょう。以上です。先生どうもありがとうございました。続きまして、大東文化大学教授の渡辺正幸さんです。ご紹介します。どうですね。こんばんは。国会議員なんかちっとも偉くないですよね。国会議員なんかちっとも偉くない。選ぶ人の方が偉いんですよね。だけど国会には自分たちが一番偉いって勘違いしてる人たちがいます。そういう人たちが踏ん取り返って椅子で足を組んで2000万円貯めなきゃダメだとか言ってます。間違ってますよね。そもそも国会議員ってはただの公務員ですよ。公務員っていうのは全体の奉仕者って書いてあって、しかも一部の奉仕者じゃないって言ってますね。だけど何ですか、一部の人の奉仕者になってるじゃないですか。それは財界とアメリカですよ。こんなおかしいことはもう今すぐやめさせなきゃダメですね。ヘイトスピーチが蔓延する社会、自分たちに邪魔なものは警察の力で排除をする、公文書は改ざんする、面会記録も取らない、破棄をする、挙句の果ては自分たちに都合のいい文書は受け取らない、こんなデタラメなことあっていいんですか。国会議員のやることっていうのは人々の声に耳を傾けることであり、困ってる人の声を聞くことじゃないですか。そして何よりも大切なことは、公平に集められた税金が公平に分配される社会を作ることが政治家の役目じゃないですか。安倍さんがね、言うべきことはね、トランプさん戦闘機買ってもらえたら分かりますけど、今日本の生活は国民苦しいんですと、だから消費税も上げなきゃいけないって説明しているところに、あなたからたくさんの戦闘機は申し訳ないけど買うことはできません、国民に顔向けできませんっていうのが安倍さんの言うことでしょ。沖縄に基地がいらないって国民が言ってんです。私は国民の代表ですから、沖縄の人の声を無視することはできないです。申し訳ないけど辺野古以外のところ作ってください、できたら海外出てってくださいねっていうのが国民の代表者のあるべき姿でしょ。それ逆じゃないですかね。原発がなくて もう電気は大丈夫だってことは分かったわけですよ。だから電力会社が儲けたいのは分かるけど、でもやっぱり核のゴミを未来の子供たちに残すことはできないね、原発は直ちにやめますっていうのが代表者の言うべきことじゃないですか。さて国会の中で踏ん取り返る安倍さんとか麻生さんとか、それと対照的なのが伊藤岳さんです。伊藤岳さんのスローガンはシンプルですよ。路上から政治が生まれる、つまり私たちの地べたから政治が生まれる。政治は私たちの飲む水のことであり、吸う空気のことであり、もらう給料のことであり、バイト代のことであり、そして何よりも私たちの人権と民主主義のことだっていうことですよね。伊藤さんが主張したのはそういうことですよね。そして伊藤さんは国民国民っていう言葉は簡単には言いませんよ。伊藤さんが言ってるのは、この国に住む全ての人を市民として対象にして、その人たちの自由や権利を守ろうって主張しています。本当に私はそんな伊藤さんを尊敬しています。さて、いよいよ明日が投票日となりました。報道ではですね、4議席目が大接戦だそうです。そこで争っているのがなんと澤田さんと伊藤さんって言われています、ある報道では。で、今朝毎日新聞の報道を見たらば、核武装についてのアンケートを全候補者にしたんですね。 80% の議員が将来にわたっても日本は核武装すべきじゃないと答えたんです。しかし国際情勢が変わったら核武装を検討することもやむを得ないと答えた議員が 9% いたんです。その一人が澤田さんです。そんな人に国政に送ったらどうなりますか。本当に今までの大切にしてきた私たちの平和国家が根底から崩れちゃうじゃないですか。核兵器は絶対許してはなりません。どんな理由があっても核兵器を許せない人を国会に送ってはいけません。そのためには伊藤さんです。
皆さん、1票目の投票用紙、1枚目には伊藤岳って書いてください。そして2枚目には、できたら私は、もう一人ぜひ埼玉から国会に戻ってほしい人がいます。それは梅村紗友子さんです。2枚目の投票用紙は梅村紗友子と書いても、日本共産党の比例の代表選になります。よかったら2票、2枚目の投票用紙には梅村紗友子とも書いてみてください。伊藤さんを絶対に国会に送りましょう。まだできることはいっぱいあります。友達、友人、知り合いに呼びかけて、1票でも2票でも3票でも伊藤さんへの投票を呼びかけましょう。梅村最高裁の投票を呼びかけましょう。できることを最後までやって、明日の夜、できれば美味しいお酒やコーヒーを飲みませんか、皆さんで。1枚目には伊藤岳、2枚目には日本共産党梅村最高と書いてください。皆さん最後まで頑張りましょう。渡辺先生、どうもありがとうございました。続いて青年の声です。ご紹介します。皆さんこんばんは。今日は伊藤岳さんを応援したいと思ってここにお邪魔させていただきます。私は近いうちに結婚して子供が欲しいと考えていますが、子供のための時間が仕事が忙しい中時間が確保できるだろうか、保育園に入れることはできるか、子供の教育費は大学の学費はどのくらいかかってしまうんだろう、さまざまな心配があります。その上最近では自分の老後のために私の年代ですと3600万円必要だと知りました。私自身は4人姉妹で育ち、自分が子供を持つなら3人は欲しいとずっと思ってきましたが、今の日本社会、自分の状況を考えると、とてもそんなことは難しいと感じています。しかし、子供を多く望むことが、私のわがままなんでしょうか。今の日本社会では、子供を多く望むことが贅沢になってしまっています。私だけでなく、今の日本では、それぞれの方、いろいろな困難、心配があるのではないでしょうか。伊藤岳さんは私たちの生活を中心に政治のことを考えてくれます。年の離れた私にも目線を合わせて話をしてくれます。社会的に弱い立場の人に心を寄せ、諦めずに粘り強く何度も国会に挑戦してきました。こんな真面目な方を私は国会に送って国政を任せたいと思っています。日本共産党は私たちの生活をサポートしてくれる政策、その実現のためにコミットしてくれます。ぜひ皆さん、日本共産党と伊藤岳さんを大きくしてください。一緒にみんなにとってのいい社会、私たちの生活のための政治にしていきましょう。どうぞ応援をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。続きましてママの会から辻ひとみさんです。ご紹介します。皆様こんばんは。伊藤岳さん、本当に選挙戦お疲れ様です。スタッフの皆様本当にお疲れ様です。駆け抜けてきた10日間ぐらいですかね、10日間だったと思う、11日間だったと思うんですけれども、ですね、今伊藤岳さんは4議席中の中で、維新ととても競り合っているということで、今日の大宮の演説、伊藤岳さんがやっている反対側の出口でですね、維新の候補は自民党と結託しているということが、ヒゲの佐藤さんがいたみたいなんですけれども、埼玉で共産党の議席を確保するのは恥ずかしいと、だから古川さん大丈夫だから俺に入れてくれっていうふうなスピーチをしてたそうです。そんなの絶対に負けられません。どうぞ皆様、私たちにできることを今日明日あります。今日実は初めてうちの息子22歳ですけれども、伊藤岳さんの演説スピーチを聞きに来ております。20代の若者 70% 自民党を支持しております。いやいやそうじゃない、今日は初めて聞いてもらって、明日私は息子と一緒に投票してまいります。そして娘は、名古屋から今日期日前投票にやってまいりまして、夫と一緒にパルコで投票してまいりました。とにかく近所お友達一人一人に言えるということが、あと私たちに今日明日できることだと思いますので、ぜひここで伊藤岳さんをぜひぜひ国会に押し上げていきましょう。それには私たちのあと一声、あと一押しだと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは続きまして、市民が野党をつなぐ埼玉の会の野田静江さんです。ご紹介します。皆様こんばんは。市民が野党をつなぐ会埼玉の会の、共同代表野田静江と申します。今日は時間がないので私一人がマイクを握りますが、そこに共同代表田中弁護士も来ております。本当にこの選挙戦、今もう時間のない中で死の子の言ってても仕方がないんです。私たちの生活のために誰が必要か伊藤を書く。私たちの未来に何が必要か伊藤を書く。私たちの市民のため生活者のため誰が必要か伊藤を書く。丁寧に嘘をつく安倍晋三内閣総理大臣はいりません。沖縄に寄り添うと言って沖縄に寄りかかり、福島に寄り添うと言って福島を踏みにじる、こんな人はもうキャンセルです。私たちの手で選べるのです。伊藤閣を選べるのです。まだあと今日何時間かあります。明日もまだあります。友達知らない人ちょっと声をかけてみましょう。選挙行かれた。私たちの生活はかかってます。その明日は伊藤閣という固有名詞を使い出したとしても、私たちの中に伊藤閣というものを国会に押し上げる。そのためにこの伊藤閣、あと残った時間伊藤閣さんにお任せします。さあ皆さんよろしくお願いいたします。伊藤閣です。野田さんどうもありがとうございました。それでは17時間選挙中、皆さんの声に耳を傾けながら戦ってまいります。戦ってまいりました日本共産党の埼玉選挙区の伊藤閣候補、最後の訴えでございます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。参議院埼玉選挙区候補、日本共産党の伊藤閣でございます。大激戦の中、選挙戦の最終日を迎えました。この浦和の駅頭から最後のお願いにお邪魔させていただきました。どうかよろしくお願い申し上げます。私伊藤閣の政治の原点は現場の声です。睡眠時間を削って働いても働いても、私の食事を抜いても暮らしは厳しいですというシングルマザーの方、年金は減る、不安は増える、希望が見えてこないというお父さん、まともに暮らすことすらできない政治、当たり前に生きることすらできない政治、こんな安倍政権をこれ以上続けさせなきゃいけない。私何としても国会に掛け合ってこの政治を変えたい。どうか勝たせてください。押し上げてください。よろしくお願い申し上げます。老後のために2000万円貯金しろという問題、これではすいません。年金が自動的に減らされるマクロ経済スライドによって年金給付はさらに減り続けます。例えば今41歳の方であれば、年金を受け取るときには老後に3600万円足りませんという話になります。減らない年金を、この願いを実現するためにはマクロ経済スライドを廃止するしかありません。財源は高額所得者に応分の年金保険料を負担していただく、年金積立金を計画的に取り崩していく、正社員化と賃上げで年金保険料の収入を伸ばして確保いたします。安心できる年金をのあなたの願い、どうか日本共産党の私伊藤閣に託してください。よろしくお願いいたします。私伊藤閣は国会に行ってまず働きたい仕事、今の若者の抱えた深刻な状況を打開します。新座市に住む28歳の青年が
僕の借りた奨学金の返済が終わるのが52歳までかかります。返し切れるかどうか不安でたまりませんと話していました。皆さん、社会に羽ばたいていくことは本来希望なはずです。ところが大学や専門学校を卒業と同時に重すぎる奨学金という名の借金を肩に背負って、これで結婚して子供を産み育てられるだろうかと若い未来を不安に積み込む、こんな国に私は未来はないと思う。私伊藤岳は大学専門学校の学費を直ちに半額にします。今借りている奨学金の利子は直ちになくします。返還の必要のない旧制奨学金制度をさらに広げます。私伊藤岳必ずこれをやります。さらに介護の置かれた深刻な実態にも取り組みたいと思います。親の介護のために仕事を辞めた、収入も途絶え明日さえ見えないという声を何人も何人も聞いてきました。私も介護の4の父親を4年間支えた経験があります。ショートステイ、特養、とにかく見つからない、文字通り明日さえ見えませんでした。父親が亡くなった時に母親がぽつりとつぶやいたんです。お父さんがもしこれ以上頑張っていたら私の方が持たなかった。こんなこと言わせる介護って何ですか。私はこの言葉今も耳から離れません。一方で安倍政権は何をやってるか、 F35 の爆買いをアメリカ言いなりに決めました。介護の深刻な実態そのままにして戦闘機を買ってる場合ですか。この戦闘機の爆買いをやめれば特養老人ホーム1000箇所作ることができます。今50万人のお年寄りが特養老人ホームの入所を待たれてるんです。まず10万人の入所を実現しようじゃありませんか。私伊藤岳、確実にこの仕事を進めます。どうかよろしくお願いいたします。財源は税金の集め方、使い方をチェンジして消費税に頼らずに生み出します。年収1億円を超えると納める税金がどん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 負けてもらえる。体力のある大企業が浦和で頑張る、埼玉で頑張る中小企業より納める法人税率が低い。さらには国民を思いやる予算に欠けてるのに米軍へは思いやる予算、こういうのを正せば 7.5 兆円の財源を生み出せます。消費税 10% 増税はきっぱりと中止をさせてまいります。私たち共産党は企業献金1円ももらえません。ですから大金持ちなれ、巨大企業なれ、正すべきことは正せということができる政党です。この選挙に入って埼玉の維新の会の方が、私たち共産党に対して社会保障の政策がないとか、もっと身を切れとか盛んに言っています。でも私は言いたい、共産党の社会保障の政策、私今一旦申し上げました、しっかり持ってますよ。デマで選挙を増やすのはやめていただきたい。そして身を切るというあなた方維新の会は、企業献金をもらった上に政党助成金をぬくぬくと受け取って、おまけに使い切れずに余らせた助成金をまた溜め込んでる。身を切るってんだれば、こういうことこそきっぱりとやめるべきではないでしょうか。この先日本共産党は政党助成金320億円直ちにやめて、すべてこれ暮らしの財源に任せます。やっぱり共産党、やっぱり伊藤岳と選んでください。よろしくお願いいたします。私伊藤岳は安倍9条改憲を繰り返します。憲法9条の縛りを自衛隊に
及ばなくする会見、しかも今度のこの選挙で選挙の争点にすると総理は言っています。埼玉で増えた選挙区の一議席、改憲勢力に議席を渡すわけにはいかないんです。平和を愛する浦和の皆さん、平和を愛する埼玉の皆さん、どうかあなたの思いを日本共産党の私伊藤岳に託してください。よろしくお願い申し上げます。野党共闘の勝利で政治に希望をご一緒に開いていこうじゃありませんか。比例は日本共産党、そして定数が4議席増えた埼玉選挙選挙、どうか私伊藤岳を勝ち抜かせてください。選挙の情勢は当落戦場を争うデッドヒートの中に私今います。この争いを競り抜け、走り抜け、必ず必ず勝利の扉をこじ開ける決意です。あなたの一票には私伊藤岳を国会に押し上げて、あの総理にギャフンと言わせる力があります。どうかあなたの一票、あなたの一票、あなたの一票を私伊藤岳に託してください。よろしくお願い申し上げます。今度こそ私伊藤岳を国会で働かせてください。このことを再び再度心から心からお願いを申し上げまして、17年間最後のお伝えとさせていただきます。どうかさらにさらに広げてください。ありがとうございました。ありがとうございました。時間となりましたのでありがとうございました。